あ、マリアさん、おはようございます。おはようございます。すいません、朝早くに。早い。今だって何時？今1時19分ですよ。いや、そうなんですよ。いや、しかも場所がね。そうですよ、海老名ってちょっとエグいですね。で、結構4時起きで、こっち4時半起きなんです。そうですよ、メイクして。昨日9時半ぐらいに寝た。9時に寝たんですけど。寝てるよね。胸くんちゃんと寝てるやん。それは胸はいいじゃん。私はやっぱり12時半ぐらいだ、僕が命がけの企画を、某有名なアイドル事務所 J、 え、 J 事務所のみんなが知ってる国民的アイドル。え、ちょっと待って、だって J って言ったらもう あそこしかないじゃないですか。 K 村さん、 K 村 T やさん。え、もう一人しかいない。いや、そうなんですよ。僕アポ取ったんですよ、ダメ元で。そんな力あるんですか？いや、一応ね。三田さん、そんな力ある？一応ね。で、OK いただいたんですよ。嘘だ。いや、そうなんですよ。最近まあ胸マリチャンネル、まあ今始まって2ヶ月ぐらいですかね、はい、ちょっとチャンネルの伸び、はい、まあ、いろんなタレントさんが今 YouTube 入ってきてるじゃないですか、はい、ちょっとこのままじゃまずいって、正直、はい、思っております。ここはやっぱりマリアさんの芸能生活何年目でしたっけ？25年です25年、はい、やっぱり全てのこの人のつながりを僕は使った方がいいと思うんですよ。もう言い方悪いですけど。いやー、でもそこは使えないでしょ。いや、なんと OK いただきました。いやもう分かりやすいドッキリだよね。いや本当にっす。これないよ、ないよ。なんで、うん、この流れで、うん、とりあえず、まあ、胸マリチャンネルのチャンネル登録者数を増やすために今から修行に。2年後にジャパンディーショットで修行。修行です。いやー、修行って何ですか？ワンチャン生命に関わる修行なんです。怖い。県外に飛ぶんで。どこ？怖いよ。ここじゃないの？ゴール。あ、ここじゃないです。こっからまだ1時間ぐらい。いや、どこ行くんだ？わかった。あそこの山のてっぺんぐらいでしょ。やだよ、そんなとこで命がけろとか。怖いよ。そう。そこ行く。国民的アイドルグループ、あの J の事務所の大物、うん、まあ、俳優もアイドルですね。はい、だって K 村とか言いましたよね。はい。K 村、うん、T 屋さんです。でもだってあの人。いや、そうなんです。だってなかなかバラエティ畑で、いや、もう絶対出ないから会えないし、こんな、だってまだチャンネル登録。いや、でもマリアさんの名前出したら、うん、あ、全然出ますよと。嘘だ。いや、本当なんですよ、うん、共演、あの紅白の。いや、確かに応援団で出た時に、はい、爆笑問題と一緒に出た時に、はいはい、いらっしゃいました。同じステージに立ったことはありますよ、はいはい、でも会話なんか交わしてないですよ。いや、でも覚えてくれてましたよ。K 村 T 屋さんのところに今から、うん、あの待ってくれてるみたいなんで。本当ですか、はい、もうちょっとあの1時間ぐらい車に乗っていただいて。ギャラは0円です。嘘だ。いや胸割りチャンネルのためだったら一肌脱ぐよと言ってくれてるんで。君、わかる？多分だけど、あれじゃない？これ一緒にドラマ見てたじゃん、シェフの。ブランデーさん環境の人かもしれないよ。そう、主役のあの人かもしれないよ。あの、まマックの。そうだよ、今。そうだよ。胸も歌ってたじゃん。ちょいマックね。が今、うん、あの待ってくれてるから。うわー、会えるの？じゃあ、嘘でしょ。行きましょう、行きましょう。本当に？嘘でしょ。行きましょう。ちょっと待って、もう一回メイクをしないと。じゃあ、マリアさん。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。遠いよ。遠い。こちらね、K 村 T 屋さんが待っていただいてる、はい、こちらの大乗院というお寺さんなんですよ。いや、もう待ってるんで。さっきもちょっと何度か LINE が出て、まだかえ、 LINE 知ってるんですか？あ、僕つながってるんで。ちょっとどういうこと？いや、僕あの結構あの裏の力すごいんで。いや、それはもう重々承知してるんですけど、はい、そうなんだ、意外な人と知ってるんだよ。ムリ君会えるかもよ。グランメゾン東京めっちゃ見てたよね。ね、しかもあの CM の歌歌ってあれ、ちょいマキュー。そう、もう正体は分かりましたよね。分かっちゃいました。だってもうその人でしょ。だってもうその人しかいないじゃないですか。マリアさん、え、絶対に失礼のないようにお願いしますね。ちょっと急にやめてくださいよ。いや本当にあのちょっとでも失礼があると干されるんで。ムネ君、ムネ君、礼儀はちゃんとしないとだよ。ね、やっぱり業界すごい長い方だから、そういうとこは厳しいですよね。いや、もちろんです。やばい。で、とりあえず依頼内容としては、ムネマリチャンネルが成功するようにチャンネル登録者数を増やしてもらうために一肌脱いでくれるらしいんで、とりあえず行ってみましょう。本当に、え、
ちょっとあれ、大丈夫ね、しんすけさんがみそのちゃんのに出てくれてるみたいな。あ、もうそのレベルです、そのレベル。うそでしょ、本当そのレベルですよ。ちょっと、三田さんが怖いわ。すごい。いや、僕も頑張りましたよ。すごいで、そしたらもう一生足向けて寝られないですよ。いや、そうです、そうです。命の恩恵ですよ。はい、あの人じゃちょっとマリアさん行ってください。後ろ姿かっこいい。いやもうやっぱオーラがね。失礼します。目と目が合う瞬間す。マリア、すげえ久しぶりじゃん。っていうか、遅えよマジで。何やってんだよ、何分待たせんだよ。っていうか、もうほんとね、笑い事じゃないの俺聞いたんだよ。なんか、チャンネル登録数がなんかすげえ伸びてねみたいなこと聞いたから、はいはい、今ぶっちゃけ、紅白の時に、まあ、応援団として、まあ、マリアお世話になったから、はい、俺が何とかしてやろうかなと思って。あ、ムネ君、木村拓哉です。知ってる？何のドラマ知ってる？グランメゾンとか三つ星。あれちょっとあれ予想行きマネくんだね。ちょっとまだ疑ってるというか、うん、諦めにごめん、ま、あママは大人だから分かっちゃったんだけど。うんうん。まあ初対面だからね。初めて生見た、初めて見た人。だったグランメゾン特急でも声がちょっと違うの。声違うよね。声はね、寝起きだからなの。寝起きだ。すげえ早いのよ、今日は。すげえ。どんなリアクション取んのよ、マジで。ぐるぐるなってるじゃん。いやー、今話題の。いや、ほんとね。あの、キモイタクさんだっけ？あの、キムタクだよね。うわぁ。マジで、すげえ回るね、ほんと。複雑です。なんかあの見てます、あの YouTube とかを見ててすごい、うん、いやマジありがとう。いや俺も中学時代マリアのラジオ聞いてたから本当。いや、まあ久しぶりに会えて嬉しい。いや、まあとりあえずさ、うんうん、まあ、チャンネル登録を伸ばすために、はい、俺がビシッと鍛えてやるから。え、大丈夫ですか、うん、本物の方じゃないですけど伸びます。伸びしろしかない。でもね、ごめんなさい、私何するって聞いてないんですよ。うん、まあとりあえず俺についてたら分かるから。え、うん、大丈夫ですか。知ってるよ、楽しみでしょ。本物じゃない。本物だよ。いや、私なんて答えたらいいの。グランメゾン東京で本物じゃないよね。本物ない。本物じゃねえ。すげえ信じねえな、本物。どんだけ回るんだよ。あれだよ、こう5分とか一緒にいるとこの辺がちょっとあれっていうの分かるよね。これやったら、うん、まあ、本物に近づくから。ザワチン方式だ。そうだね。これはもう、本物だ、すごい。これでしょ、うん、すごい。いや、絶対本物じゃない。本物だっつうの。声が違う。とりあえず、もうあんま喋らないでいっちゃう。うん、じゃあ早速、うん、俺についてきてもらっていい？はい、じゃあ行くよ。全然違うす。何これ。すごいっしょ。